うん。ピリッと。で、あの衝撃ですね。キュッとキュッと力入れてやると。気合ですね。これ居合切りのようなビシッと。はい、本日も始まりました P0 です、今日はですね、前半部分は、胸部の胸ダクトのところですね、黄色いダクトのところを整形いたしまして、後半はねヘッドパーツをやっていきます。フェイス部分の後方移動と、それからプラバンルーバーの追加工作ということでございます。先ほどね、カットいたしました、オープニングでカットいたしましたところですね、ちょっと整形してきれいにしてやろうと。はい、で、あの白いプラ板のところのね、部分ちょっと四角く穴を開けてやります。ちょっとまあ今鉛筆で描いてますけれども、きれいにですね、幅をね設定して、着替えてやってるんですけれども、まあ、結局あんまり関係なかったですね。この、まあ、作業はあんまり無駄だったかな。で、一応目安で、掘り抜いてやります。モーターツールとか超音波カッターとか、もう手持ちの道具を全てフル活用してじゃんじゃん削ってやると。で、穴が掘れましたら、適当に穴が掘れましたら、あのようにこうワセリンをしっかりと塗りつけてやって分離剤といたします。タミヤのね、これね、高密度エポキシパテを使っています。粘土状にこう丸めてやって、あそこにブチュッとこう押し付けてやりますね。しっかりと掘り抜いた穴のところですね、掘った穴のところに押し付けてやって、形状をね、スタンピングしてやると。で、あのようにねした状態で、固まってもらうのを待ちましょう。はい、効果終わりました。で、外します。で、反対側もあんな感じで。で、ね、また元の場所に戻しましてね、最も平らな部分をですね、まず最初に180のペーパーで平らにしてやります。形がねある程度整いましたら、次の面に移っていきます。今度は側面ですね。はい、あんまりね、幅がですね同じだと、パーツの違いっていうのが分からなくなりますので、胸のあの元のあの白いベースの部分と、その黄色の部分は、黄色の方がちょっとちっちゃいっていう風なね形を取ってやるということです。はい、で、あの四角い、穴をね、今からまたこれもね掘り抜いていきますね。彫刻刀の平刀ですね、のちっちゃいやつを使って掘っています。左側に見えているあのガンダムの、ね、胸のところを見てもらうと、もう完成品があそこにちょこっと映ってるんですけど、あんな感じにしてやろうということですね。で、怪我しないようにですね掘っていきます。で、白いプラ板はこれ一応ね、持ちやすいようにするための持ち手として、仮に瞬間接着剤で点付けして固定しています。まあね、作業がしやすいってことでね、ちっちゃなあのパーツの時にはこのような固定をするといいようですね。になるわけですね。箱スカみたいですよね。うん、でこれもこんな風になれるかなっていうね、なれればいいんですけれども、こんな風にね、こうやって掘り抜いてやったらこうなりました。はい、ちょっと角張ってはいますね。で、胸部のダクトはここまでにしておきます。ルーバーの方はね、後回しにするということにしました。もしかしたら作り直す可能性もありますので、まあとりあえずできるなっていうのを確認したところですね。はい、パテでもここまでできるんだなっていう、ね、自分でも驚き、まあパテでもこんなパーツができるんだなってことで、次にヘッドですね。本日の核心部分ですね、ヘッドのパーツをいじっていきます。で、こちらキットのね、100分の1のキットの方のバージョン経営のヘッドです。前後開けますとこんな感じになっています。で、フェースの部分はね、あれはいいんですけれども、まずね、ポリキャップを固定するということから始めました。後方の方で固定させることにしますので、前方の方はね、フェース部分とちょっと分離させたいところがありますので、後方にポリキャップを固定するために、プラ板を加工しまして、あのようにね、固定ヒンジにいたします。はい、
で、このねフェース部分のこの上の部分ちょんまげみたいなやつね、透明パーツでくっついていますので、これまあ、切断、そしてフェース部分の位置決定をしたいと思います。キットのままだとちょっとですね、前の方に出ちゃってるんですよ顔がね。だからこれを奥に引っ込めたい。それからあと目をですね、目の面積をちょっとちっちゃめにしてやって、さらに奥に引っ込めたいっていうふうなことから、この位置をどのようにするか今検討しているところです。 でここの部分はまあポリキャップがありますので、そのポリキャップの受けの部分としてね、顔の後ろにね余分なものがありますので、これを削ってやります。モーターツールで持ってちょっと薄めに削ってやると、これで邪魔がなくなりますので奥の方に入ることができるようになります。ちょっと顔つきが凶悪に変わります。ちょっと凛々しくなるっていうかね、はい、ジョジョみたいな顔になるんですよね。ジョジョじゃないかな。で顎の赤いところをねこれ延長させたいので 1.2 ミリプラバンですけれども、まずこれ貼り付けてやって、こんな感じですね。そしてひさしの下のところに、エポキシパテです。これは木部パテですね。で、画工を見ながらですね、これコピーしたものなんですけど、画工を見ながらまあこんな感じかなとかいうふうなを見ながらね、位置を決定しています。実は中にこうスタンピング のプラ板をプラ棒を入れてたんですけれども、これね忘れに塗るの忘れてたんですよで一生懸命これ外してるんですけど外れないな、どうしたもんかなと、接着しちゃったかもという感じでね、ちょっと焦ってるんです。今パキッと言ったんですけれども、はい、案の定ね、はい、スタンピングのために入れてた、プラ棒が中に残っちゃった、っていうことなんですけど、一応ねあれ型があそこに残ってるんで元の場所には戻るんですよ。自分で位置決定した場所には元に戻るので、うん、もう仕方ねえなということで、プラの中のところにですね、ピンが入るためのその穴を開けてやることで、まあピンを足せばね後はめはできるんで、まあこれでいいかということで、はい、前向きに考えます。はい、これ1ミリの真鍮線ですねを中に入れて、まあ、戻るかなということで、やがてこの1ミリじゃなくて2ミリのアルミ棒に変わりますもう何回もやり直しますんで、はい、まあねちょっとやそっとじゃ諦めませんよってことですよ。はい、もうね2ミリ のアルミ棒に変わってるでしょうあんな感じで、で、フェース部分のですね彫りをね忘れないうちにちょっと追加しておこうということで、0.15 の束ねで彫りました。で次にですねヘッドの前後方のですねちょっと幅増しをしようということで、ボリュームをつけてやりたいということでね、幅増しをします。約ね 1.5 ミリ厚のプラ板を間に挟んでやろうということでございますね。でピンが4つあります。4本あるこのピン邪魔ですのでこれカットします。もう躊躇なくパンパンパンとこう切っちゃいますね。はい、で、真ん中にねポリキャップが邪魔になりますから、あそこを抜いた状態でゲート状にしてやった、プラ板 1.5 ミリ厚を接着いたしました。まあ、まず後方の部分に接着、そして邪魔なところをカッターでカットしていきます。はい、こんな感じね。はい、ポリキャップの部分だけちょっと出っ張ってますけれども、でもこれでぴったりと入るんですよね。はい、この状態にしてやって、接着をしていくんですが、こういう場合の接着はですねズレが発生する可能性がありますので、いきなり全部に接着剤を盛り付けますと、元に戻らない可能性もあります。で一旦、まあ、一部分で結構ですので、まあ、見やすいところをちょっとだけ接着してやる、そして他の部分もゆっくりとそれに合わせてずらしながらね位置を決定してやるといいでしょう。はい、最終的な位置が決定しましたら流し込み系の瞬間接着剤でもって固定してやります。硬化終わりましたら、薄刃ニッパーですけどもね、これでパチパチこう食いちぎってやると、余分な部分はねこうやって弾いていきます。この薄刃ニッパーはですね、タミヤの薄刃ニッパーを使っています。やっぱりねリーズナブルでかつ使いやすくいつでも手に入るっていう風な意味ではタミヤのこの薄刃ニッパーはやっぱ最高ですね。アルティメットニッパーはですねもったいなくてちょっと私も使えないまあ使う時もあるんだけれども、大きなキットの
時ぐらいでね、まあこれ1年半ほどもあの新しくしてから1年半経ちましたので、もう十分あの使ってるなっていうことで、まあそろそろ新しいのを書いてもいいかなと、思っています。はい、これね、アルミ棒を足した状態の元に戻るかなということで、で、アンテナとともにちょっとあのここからの作業ではですね、汚れてもらっちゃ嫌なので保管しておきます。で、次に後頭部なんですけれども、ここはですね絶壁になってるんですよね。まあ絶壁な人が絶壁な感じもいいかもしれないんですけれども、ここはですねバージョン KA ということで、あの学校の、参考にしまして、ちょっと後方にですね出っ張らせてやろうということ で、これ今ゲージを作りました。1ミリのプラ板2枚、2本と真ん中にですね、頂点の部分をまた1ミリのプラ棒をさらに足したっていうことですね。あんな感じで、ここを目安に盛り付けてやればいいかなというところです。はい、どのパテ使うか今悩んでるんですね。エポキシパテにしようかポリパテにしようか、でもポリパテ臭いしなとかって言いながらね、臭いしなって言ってるくせにこの臭いパテを使うんですけれども、木部パテなんですよ。木部パテはね、あの硫黄の匂いがして非常にあの匂いがあの苦手な方はですね、もうこれを二度使いたくないっていう人も中にはいらっしゃるようでございます。まああの私がこれ選んでるのは、あの固まるのが早いっていうことと、まあプラへの食いつきもしっかりとしてくれているっていうこと、まああの固まるのが早いっていうのがまあ一番理由ですかね。で、指でね、まず大体の形をですね、ペタ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 と整えていきます。あだこうだ言ってるんですけれども、で最後はこういう、粘土をね、きれいに整えてくれるあのちっちゃめのヘラですね、で、ペタペタと形を成形してやると。はい、まああんな感じで、とりあえずでかいんですけれどもね。でこれはあの1日経ちました。で今からねこれを削っていくんですけれども、整えていきます。さすがにでかいなっていう風な感じがしますよね。で手で削ってたんですけど、とてもじゃないけど時間が経ちすぎるんで、もうモーターツールバシッと出して使っています。まあ、これぐらいボリュームダウンさせまして、まあ、これぐらいでいいかなとか言いながらですね、最終的にはまあペーパーで成形をしてやるとですね。手だけでやるとねさすがに時間かかりすぎるんでね、まあ、ここはあのモーターツールとか、まあ、いろんな道具を使いましょう。次に核心部分ですね、頬のルーバーダクトの羽を今からね作ってまいります。頬のルーバー、あそこのあのペラペラの、 あの羽の部分なんですよね、ここのギザギザの段々 の、 あの四角い穴のところね、を加工してやろうという、P0 始まって以来の、一番細かい作業じゃないかなと思いますね。で本来だったらあそこはまあ一個一個の穴に対して、ピンバイスでね1ミリぐらいで穴を開けて、でその穴と穴をつなぐような感じでデザインナイフで、四角くくり抜いてやるっていうのが本来のやり方じゃないかなと思うんですけれども、もう結局私それやってるの無理かっていう、無理だっていうのが分かりましたんで、結局外側から全部剥ぎ取りました。あんな感じです。で今これ整えてますね。四角いダイヤモンドヤスリを使って整えていってくり抜きましたね。さあこっからどうしよう、もう後に引けない状態ですよ。ではい、ですねちょっと難しいあれなんですけど、これを作っていきます。でこれちょっと失敗しちゃったんですけど、もうここの部分にルーバーをつけたいわけです。で難しいのは、まあ難しいのは分かったんですけど、分かったからまあいいんですけれども、ここにこうつけますね。でピンと、このルーバーの羽自体がちょっと斜め向こうに行かなきゃいけない。まあ、このモールドを見てもらっても全然だるいんですけど、モールドはね自分でやったものはやっぱ鋭くはあるんだけれども、今度はこうあの前にこう垂直に切り立ちすぎてるんで、これを斜めにカットしてやらなければいけなかったということでやり直しです。
でこういう形で角度も自分で調整して接着をしてやろうという感じですね。でこれどうやってここまでやったかっていうと、あとはまあここちょっとあの曲面をこうやってやんなきゃいけないですけれども、どうやってやったかっていうとこうなんですよね。まずプラバンでほっぺたを作ってやる。まずこの その外壁を作る。でその後1ミリ棒を足してやって、つっかい棒ですね。であとはまあ椎茸を作っていくという、ただそれだけなんですけれども。ということでね、今から始めていきますけれども、要はですね、あのルーバーの部分はですね、椎茸にしてやろうということです。これ地面にですね、両面テープで持って、プラバン 0.5 ミリプラバンかなを貼り付けています。そしてまず、そこが抜けないようにですね、1ミリプラ棒で、そこのラインをまず基準としてつけてやります。余分な部分は取り除いてやってですね、あとルーバーになる 0.3 ミリ厚のプラバンと、それから1ミリ角のプラ棒を切っていきます。まあそれを素材にします。はい、あれぐらいなんですよ。 0.3 ミリプラバンはですね、まあ、1ミリから1.23ぐらいの厚みでカットしたものですね。で、小口をねなるべくきれいにしておきましょうね。めくれてないのを確認した上で使います。長めにカットします。用意したその頬ダクトの長さよりも長めです。必ず2ミリか3ミリぐらいちょっと長めにした方がいいと思います。今回ちょっと出てる結構ねオーバーめに出しているんですけれども、まあ長さとしてですね長めにカットするというのは、本当にこれ長めじゃなかったらですね、短かったらもうそれでアウトですので、長めに長めにカットして用意します。5枚ですね。一応キットの中で、数えると5枚でしたので5枚用意しました。で次に、1ミリのプラ棒です。これを6個かな、カットします。これはまあ短めで結構です。1ミリ 1×1.5 から2ぐらいのね長さの、カットをいたします。で、このね、あれがブロックになってですね、形をきれいにするためのブロックになってくれます。はい、最初はですね、あそこはスペースになるので一番下の部分にスペース用のパーツを貼り付けます。で使う接着剤なんですけれども、あのドロドロ系の接着剤でやりますとね、あのはみ出てしまうし、あの歪む可能性も出てきますので、ここはぜひとも流し込み系の接着剤を使って椎茸を作っていきます。あ、これデザインナイフの刃がねもうちょっともうボロボロになっちゃってるんで、新品に交換ですね。はい、こんな形で、まず固定して、で流し込み系のセメントでもって固定してやります。はい、次に、ルーバーの羽の部分ですね、これをあの部分に、くっつけることになるんですが、できればこういうピンセットですね、ピンセットしっかりとした精密系のピンセットを使って、接着をしてやるというのがいいと思います。で接着しやすいようにね、ちょっと、上の方に持っていきまして、で仮に固定してですね、あそこに流し込み系接着剤を塗ってやるということです。あんな感じで、はい、できればね、そこになっているあの白いプラ板と、それからまあ今くっつけた羽はね、なるべくくっついてない方がいいんですよ。端っこの方はね、外に向かって出てくるところはなるべくプラプラさせておいた方がいいでしょう。っていうのはですね、最後にですね、ルーバーの幅をですねこう曲げてやることによって調整させるということをしようと思っていますので、現時点ではねあんまり均等になってなくても、まあそれは均等であれば均等であるほどいいんですけれども、最後にですねこうルーバーの羽を曲げることで均一にさせようと、平均的にさせようと思っていますので、あそこはくっついてない方が都合がいいんですね。はい、まあこれ、VMAX 発動です。早送りしてるとすごく簡単に見えるんですけど、そうでもないですそれなりの苦労はやっぱ必要ですね。
はい、こんな形で、ね、串の状態のものが出来上がりました。はい、でこのパーツをですね、使って、ほっぺたにくっつけてやるということですね。硬化をねしっかりとさせた上でこれを貼り付けてやりますよと。ね、今ね、斜めに切りましょうねっていうことでね、だから切るのはねなるべくもう最後の最後の方に回した方が絶対いいですね。最初から切っておくと後で調整がしにくいと、まあ、非常に厳しい工作なんだよっていうことです。でまああのような形で固定してやって、上面のこのほっぺたの曲面の部分なんですけど、これはもうアルテコで成形してやるというふうにいたしました。だからダクトの部分はねまっすぐ前に向いて穴が開いてるんだけれども、ほっぺたのところはね斜めになっていると、はい、頭部ね今こんな状態です。フィンの部分ね、作って、でここはねもうちょっと先でカットしようと思います。一応左右ともにこんな感じで終わってますね。後方に、1.5 ぐらい広げました。で、後頭部の形状変更ですね。あとまあここのトサカをもう少し後ろ背を高くしないといけないんですけど、ちょんまげの部分ねはまだやってないというところです。まあある程度ぐらいで最後仕上げれればいいかなと思うんですが、はい、本日の動画はね、ここまでといたします。最新状態をね、ご覧になりたい方はですね、ブログの方にね記事を載せてあります。まあ、ラジオ動画の方でも、多少ね登場しておりますので、よろしければねそちらの方もぜひ、ご覧になってください。ということで本日はここまでです。高評価、登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。